料理研究家。あ、いいじゃないですか。いいですね。どうもダメ人間です。ということでですね、今回ですね、私ダメ人間が最後の記憶を絞って作るおつまみです。ごぼうで。今回ですね、至高のごぼうサラダ。ごぼうって実はね、旬がね、あの秋から冬にかけてごぼうの旬なんですけども、今の時期ぴったりなんですよ。そしてそのごぼうサラダ、なんとですね、食物繊維ががっつり取れて、なんと飲めるんです。このごぼうを使った最高に美味しい副菜にもできるごぼうサラダ、やっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。ということで材料紹介いきたいと思います。ごぼう 150g、 人参が 80g、 ハムは入れるの、これ。あ、ハム入れるんだって。ハム入れます。ハム 50g です。あとはほとんどの材料はね、概要欄に書いてあります。ぜひさっさせていただきます。ということでですね、今回至高のごぼうサラダ、予定が狂っちゃって、至高はいつも飲むか飲み始めてやるっていうの決まってるんですけど、今回はなんかちょっと予定が狂って最後になっちゃったの。至高を理解しなきゃいけないっていうところがありましてね、そういうお約束なんですよ。このチャンネルを最初に見る方々は本当に申し訳ないと思ってるんですけども、何が大切かっていうと、やっぱね、自らが至高になることなんですよ。自らが至高になってきます。ごぼうサラダハイボールでいいよな。トイレ行ってくる。というわけでですね、トイレに行っている隙にチャンネルを乗っ取ることに成功いたしました。お酒のお姉さん、トイキです。じゃあ何やってたの？何やってたの？え？何やってたの？いや、とりあえずあのこれを見てやれるかなと思ったんだけど、今回至高シリーズだから俺酔っ払ってはいるんだけど、はい、乾杯。乾杯。お願いします。はい、うちのね、あの鉄の掟で書く。おー、ビールチェイサーで。ビールチェイサーっていう言葉がおかしいね。行かせて。だるい。だるい。くー、ちょうどいいね。自らを至高にしたところでやっていきます。あのごぼうサラダって大体さ、こうやってさ、ささがきにするの。はいはい、そうだね。シャシャシャ。シャ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 。シャシャシャってやるじゃん。なかなか難しいよ、うん、でこれでやるとね、こうやってシャッってやるとなんかめっちゃ太くなっちゃう。うーん、なるほどね。でなんで僕が考えました、このごぼうなんですけども、これをね、斜めに切るんですよ。おー、パイン匂いごぼうの。そう、ごぼうはハーブだから、うんうん、ごぼうはハーブ、うん、ごぼうはね、ハーブなんですよ。いい匂いだね。うん、至高スレイズなんだよ。そうね。そう、こんな感じでやるじゃないですか。はい。でこれをあのごぼうサラダなんで、こう細かくいきたい。頑張れ頑張れ、みんなの応援で俺は強くなる。後楽園遊園地で僕と握手。戦隊ものレッドだよ。何レンジャーも見てなかった。私は深夜ドラマ見る子供だった。めっちゃいい感じ綺麗。いい感じ、めっちゃ綺麗。ごぼうと人参は細く切りました、はい、あ、ハムも細切りなんだ。なんかお野菜が細切りだったらハムもね、細切りにした方がいい。箸で持った時に全部巻き込めるから、はい、切りは OK です。 OK。 はい、じゃあ炒めていきたいと思います。はい、サラダ油、まあ、本当に小さじ1半分ないよ。ごぼうを、ごぼうっと入れます。綺麗、綺麗でしょ。あの、もしここまでできないよっていう方は、なんか千切りスライサーとかあるから、千切りスライサーでやっていただいてもいいです。でもごぼうはあれでやった方がいいかな。はい、料理研究家。もっと熱くても全然平気。火を入れる時間を多くすればいいだけの話。フライパン買う時ってみんな上に上げようとするんだよね。上に上げようとする。こうやろうとする、うん、こうやっとる。でそうするとうまくいかない、うん、でフライパンを返すときは前に出して引くの、うん、ジャブと同じ、うん、ほらこれですごく、うん、ちょっとかかれたね。割とできるね。うん、返してた、うん、あ、皆さんも日和らずにフライパン返すの日和ってるやついる？東京遊園地、東京遊園地なんだ。
全体がしなっとしましたね、うん、そしたら調味料入れていきます。はい、お刺身に。これ味付けですね、うん、醤油は味付けです。あー、いいね。醤油も小さじ2です。これは旨味をつけますね、香りと。これは根菜と人参の風味を、ちょっと緩和させていくような感じですね。お酒の香りをつけて、臭み的なのを飛ばすんですね。みりん、コクと、甘みをつけて。なるほど。はい、うん、はい、できてるね。いい、できてる。全体がちょっと馴染んだら、はい、ハム。ハム、はい、ごぼサラなんでハムを入れます。お肉の旨み、はい、お肉の旨みを入れていきます。はい、じゃあ、で、もう火消した。よし、よし。ほぼね、この味付けってきんぴらなの。こっからサラダにしていくんですね。こんな感じになりました。美味しそう。で、このままでも、ハム入りきんぴらでめちゃくちゃうまいんだけど、ただこれだけだとごぼうサラダになるんです。で、ごぼうサラダにしていくために粗熱を取って、あんまり熱いとマヨネーズがゆるゆるになっちゃうから、だからちょっと混ぜながらちょっと冷ましてたの、うんうんうん、で、なんか触れるなぐらいの厚さになったら全然平気、うん、したらマヨネーズを入れていきます、うん、大さじ3 3ですね。3、3、これ、3、これ、いや、これが3、あ、まあ3と、3とちょいだな、うん、だからこれ3半ぐらい、3半ぐらい、1枚ですね、はい、すりごまが大さじ3、あ、大さじ1半、これが大さじ1半ですね。はい、すりごまって結構ね、水分を吸収するの。んだから、マヨネーズ入れると結構ちょっととろっとしがちなんだけど、すりごまを入れることによってこのすりごまがね、マヨネーズ吸収してくれて全体がね、馴染むんよ。黒胡椒、うん、はい、思ったより3倍ね。ということで、これを皿で持っていきます。はい、じゃあ持っていきますよ。はい、まあ、盛りはね、もう全然簡単。もう色綺麗だもんね。うん、はい、あ、いいじゃないですか。いいですね、うん、はい、ここに、いや、美味しそう。パラリと、はい、至高のごぼうサラダ完成でございます。食べたいね。はい、ということでできましたので食べていきたいと思います。食べます、食べます。やっぱ酒でお口直しのソルベ的な酒で、いただきます。ちょっとジャンキーな感じ。お醤油も白だしとかも入ってて、うん、全部複合的に、うん、つまみに適したごぼうサラダって感じ。分かりやすく説明すると、きんぴらごぼうにハム刻んで、うん、マヨネーズと黒胡椒ぶっかけてる、うん、めっちゃ美味しい。俺このサラダ大好きだもん。洋風な感じもあるの、うん、なんでなんだろうね。和もあるし洋もある、どっちもある感じ。プチなんですよね。和洋折衷だから、こうなるとなんかね、からしマヨみたいな、あ、合うでしょうや。タバスコバージョン、タバスコバージョン完全にこっちですか、うん、うまい、うまいな、これおいしい。何でも合うと思う、自分好みに。粉チーズもね合うね。これ合いましたよっていう報告をいただきたいね。皆さんの報告あってます。爽やか三組、爽やか三組、サンサンサン太陽の。すいませんでした。でも最近さ、東京リベンジャーズ読んじゃって、あ、見ちゃって、あー、見た東京リベンジャーズ。面白いよな。おもろい、俺本当好き。え、誰が好き？俺はチフユが好き。あー、いいよね。チフユいいよね。バジ君とね。いや、まあバジ、まあバジ君がまあ一番人気ではあるけど、俺はまあ重油いいよね、結構好きだね。まあまあ言ったら、そんなこと言ったら私だってマイキーよ、うん、いや、まあまあそんなの、まあ、そんなんさ、そんなんさ、そんなんさ、マイキーって言ったらさ、でもさ、三ツ矢もいいね。あー、まあ、いや、みんないいよ、みん
ない、あれはみんない。まあ男人気だとドラケンはすごい、うん、あドラケンわかる。男人気はもうドラケンすごいよ。ドラケンかっこいいもん。ドラケンめっちゃかっこいい。ちょっともうチャンネルが別のチャンネルです